どうも、こんにちは。中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。もうすぐロト6なので、それについて話したいと思います。抽選までもう2時間切ってるか。僕が予想した数字、一口目が6、16、18、31、37、40で、二口目は6、8、16、18、37、39。この二口で今日何個一致するかの確認したいと思います。まあ今回も購入はしないけど、かなり難しかったから購入はしてないねんけど、前回が10番台から始まってるから、多分今回は1桁から始まるんじゃないかな。2回続けて10番台から始まってるもんな。ロト6はほとんど1桁から始まることが多いから、おそらく1桁1個か2個かわからんけど、本数字で出ると思う。一口目自信がある数字は、どれかな？ 6、16、31とかかな。二口目が6、16、微妙なとこだけど39、そのあたり。あと前回40番が出てるから、また40番台が出る可能性がある。だから一口目に40入れてんけど、結構40番台が出たら次の回も40番台が来ることがあるから、それにここ最近40番台が出てる回数が多いから一口目入れました。二口目は40番台入れてないんやけど、出ない可能性もあるから。でも前回の当選数字見た感じだとやっぱり難しい。今回予想は本当に難しかった。そこまで荒れてる感じではないんやけど、やっぱり一桁が出てないから、その分予想は難しかった。17からスタートしてるもんな。なかなか17から始まるっていうことはないから。だから確か一等当選者いなかったと思うし、まあとりあえずこの二口で今日勝負したいと思います。ロト6、そうやな、結果報告、いつもと同じ8時半ぐらいに結果報告します。いい報告ができたらいいけど。それではまた後で動画を撮ります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。